全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、錆臭い。新鮮な空気かも。この鼻腔を切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法濃度、触媒、まさか火薬？ジェシー、後にしようぜ。はあ、お腹がグーグー鳴いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！おお、開いてる開いてる。邪魔者は木っ端みじん。さあ、行こう。緊急事態発生。緊急事態発生。こちらは神羅カンパニー機体策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ、上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。
8番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るまで3000だ。これ、ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今、私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか、強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入君の度胸をたたえて、スリル満点のご褒美。じゃ、貨物車で。まさか、どうして。言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で
もちろん覚えていると。我々の大切な思い出だからな。さて、クラウン、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。母さん、星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうんだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。なあ、クラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ、クラウド。走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。列車に間に合わない。瓦礫なんて越えられないわ。この先は限りの高速道路から離れてください。また、魔法炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。室内は危険です。建物の外に避難してください。繰り返します。こちらは神羅カンパニー機体確保部です。8番街の高速道路およびその高架下からの予想以上か。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って。助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。
いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。結果だ。こちら噴水広場、護衛を求む。
Yeah!
受け取れ。崩してみせる。水まきしっかり歓迎やね。追い詰めろ。いいやつだ。八番街警備2班、男を追い詰めた。これより確保する。おい、その件は…クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？ちょっと。心配したじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、おう、けっ。待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番街ステーション発、到着までに先頭車両に進行。この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いまして、ご迷惑をおかけします。ちょっと聞いていいか。犯人はどうなったのかしら。八番街、ちょっと聞いていいか。犯人、シンラが捕まえた。クラウド、SOS。 冗談やめてよ。マコーロがなけりゃ俺らも困る。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。帰化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、マコーロはそんなこと想定内じゃない、うん、見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、うん、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。電気マコーロを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。シンラにたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。なんなんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。
の爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前はてめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送っている。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ死んだ魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。行きましょう。死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔法都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔法炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。間もなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰、私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心してね。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。列車と同じ。敷かれたレールには逆らえないんだ。